ルトスワフスキビトルトルトスワフスキは、ポーランドの作曲家、ピアニスト。ビトルドルトスワフスキとも呼ばれ、ポーランド学派の霊明期に活躍した。1913年1月25日、ポーランドのワルシャーに生まれた。1937年ワルシャー音楽院を卒業。1954年に代表作、還元楽のための競争曲を作曲した。 ユネスコ国際作曲家会議で第1位受賞、当格を表す。1959年から1965年は国際現代音楽協会イサムのポーランド支部委員に選出。1963年からはヨーロッパ全土で活躍。各地で絶賛される。1983年からは伝統的なスタイル、公共曲、競争曲、ファンファーレ。 パルティータといった楽曲を作曲することが優勢になった。ポーランド初のイサム名誉会員へ選出。1994年2月7日、バイオリン競争曲を作曲中に急成。81歳没。妻も同年に没した。作曲時期、特にベネチアの遊び以前と以後で作風は大きく変わるが、音楽の持つエネルギーを完璧に制御する技術を手中に収め、 クライマックスを築く処方は、生涯全体において共通する。ルタス・アベスキー・エス・リドラム・ディ・リドラム・ダージ。onpolishmusic.com2019 年4月2日閲覧。ビトールド・ルタス・アベスキー・オンヒム・セルフ・イン1993 r e atcomposers.nifc.pl 2019年4月2日閲覧。ルタス・アベスキー、アクスジャ、アンド・ザ・ポエティックス・オブ・ムシカル・プロット。www.jstor.org.2019 年4月2日閲覧。ありがとうございます。